事件記録、行方不明事件について。投稿者、藤野さん。資料1、 M 市に住む吉田夏とその妹の春は5月4日に行方不明になっている。彼女たちはその日、山の近くの公園に母親と遊びに来ていた。少し前までは二人で仲良く遊んでいたのに、目を離した隙に一瞬にして消えてしまったと親は話している。二人は決してやんちゃではなく、むしろおとなしい方で、今まで目を離した隙に走り出したりしたことなんて一度もなかったと母親は言う。彼女たちはまだ見つかっていない。この事件に関して近隣の住民は神隠しだと口を揃えて言っている。資料2、近藤直也はここで息絶えていた。第一発見者の近藤和子は布団の上で仰向けになって息絶えている直也を5月6日に見つけている。死後数日経っていた死体は悪臭を発しており、それにより部屋の外にいた和子が異変に気づいた。和子は庭の物干しで首を吊り自殺したと思われる。遺書があり、そこには直也の死亡により自分がおかしくなってしまったと記されていた。第一発見者は7月7日に首を吊っている和子を発見しており、死体の状態から和子は前日に自殺したと思われる。二人は結婚して数十年の夫婦で、和子が後を追ったことからもわかるようにかなり仲が良かったらしい。家は山の中にあり、あまり二人が近所付き合いをしなかったため、周囲の人たちの詳しい噂などはない。どちらの両親も他界している。和子の友達から聞くには、和子が友達と旅行に行っている間に、直也は死亡したという。帰ってくると部屋から悪臭がして、と、直也の死に気がついたようだった。資料3、録音されていた音声の文字起こし。少しの間はセミの鳴き声と木の葉が揺れる音のみ。音入ってる？入ってるよね、多分。まあ入ってないと困るんで、何回かに分けて録音します。私は今ある家の玄関の前に立っています。まずここでなぜ私がここに来ることになったか、この音声を録音しているかをお話ししましょう。そこで一度録音を終えて確認することにします。私は某大学に通う男子生徒です。一応名字だけ言っておきましょう。山中です。珍しい名字ではありませんが、ここで何か事故があれば私の身元が特定できるように言っておきます。で、本題に移りましょう。私はある事件を不審に思い、個人的に調べているんです。そこそこ有名になったんでわかると思うんですが、吉田夏、春の神隠し事件。誘拐か迷子かわからないにせよ、一瞬にしていなくなったやつですよ。行方不明になった日が5月4日。それで、今私の目の前にある家に住んでいた男性が5月6日に亡くなっています。夫婦で住んでたらしくて、奥さんが友達と旅行してる間に亡くなったらしいんです。関係があるんじゃないかと。神隠し事件はこの山を降りたところにある公園で起きています。そして二人が行方不明になった2日後、この家の主人が亡くなった。そして彼の死がショックだった奥さんも2ヶ月後自殺しています。まあ別に確証があるわけでもないんですが、なんとなく私が怪しく思って来てみただけなんです。
そういえば、これを聞いている人は、なぜ神隠し事件と呼ばれているかわかりますか？近隣の住民が口を揃えて神隠しだと言ってるからなんですよ。それも皆年寄り。お話を聞いているうちに何か山にあるような気がして、それでこの家の人たちが同じ時期に亡くなっていると気がつきました。事故物件なんですが、一応もう賃貸なんです。だから今日は不動産に行って鍵を借りてきて、ここの家を見学することになってます。後で文字に書き写すのだと漏れが理想なので、すべてを録音機に録音することにして今に至ります。じゃあ、一回切ります。一度録音が途切れる。次の音声に続く。さっきのちゃんと録音されてました。安心です。順番とか変かもしれませんけど、あんまり長々と玄関の前で喋ってるわけにもいかないので、このまま撮り続けていきたいと思います。じゃあ、鍵を開けましょう。この家は2階建てで洋風の家ですね。大きさは小さめです。ガサゴソとカバンの中を探るような音。鍵もおしゃれな感じですね。ちょっと古いですけど。鍵穴に鍵を入れるような音の後、かすかなきしみの音。開きました。うわ、綺麗な玄関。玄関の床は大理石っぽいです。で、一段上がってフローリングの床。喋りながら扉を閉めていると思われる。かすかなきしみの音。ここから廊下がちょっと続いて、向こうにリビングが見えますね。この家は白を基調としたデザインなんでしょう。ここで靴を脱いでいると思われる。持参のスリッパを履きます。廊下の右側と左側に扉があります。開けましょう。まずは右側。ドアノブを回そうと。窓がありますが、外には木が生い茂っているので薄暗いですね。特徴的なものはありません。ここで部屋を出たと思われるが、扉を閉めた音がしないので、おそらく確認した部屋の扉はすべて開けている。左側も見ていきましょう。ドアノブを回す音。こちらもやはり窓がありますが、暗いですね。右側の部屋よりもちょっと狭いです。悩むような息遣い。それにしてもなんか、綺麗すぎる気がするんですよね。違和感と言いますか、おしゃれっていうより、白い色で何かを隠してるような。家の匂いもそうなんですよ。木の匂いがしない。芳香剤みたいな匂いが、その、何か隠すみたいに上乗せされてる感じで、家の雰囲気が妙に明るい。まあ、住むわけじゃないし、次行きましょう。あ、左側に扉があります。開けましょう。ドアノブを回す音。トイレですね。このスペースをさっきの部屋から取ったから狭かったみたいです。リビングに出ました。右手にキッチンがあります。少し進むとテーブルがありますね。リビングっていうよりダイニングでしょうか。奥は大きな窓がありますね。ここから庭に出るのでしょう。なんか窓から光が差し込んでないのに部屋の中が明るいです。電気もついてません。壁が白だから？左手に二つ扉があります。まずは庭側のを見ましょう。ドアノブを回す音。あ、階段ですね。ここは後にします。少し焦ったような足音。
で、隣がスライドするタイプの扉です。スーッと扉を開ける音。洗面所とお風呂のドアがありますね。一応お風呂も確認します。ドアノブを回す音。おお、ここも綺麗。いや、素敵な家なんですけど、なんか不気味なんですよね。とりあえず1階は終わったんで切ります。次は2階を見ることにします。一度録音が途切れる。次の音声に続く。はい、さっきのもきちんと撮れていました。いやー、なんだかドキドキしますね。これで私も神隠しにあって、録音機を拾った人がこの音声を聞いたら興奮するだろうな。まあ、そんな話は置いといて、2階に行きます。ドアノブを回す音。かすかにドアが開く音がする。階段もおしゃれですけど、ちょっと急ですね。子供は危ないかもしれません。ミシミシと階段がきしむ音。ちょっときしむな。はい、2階に着きました。扉を開けたような音がない。そのまま2階に出る構造だと思われる。なんだか不思議な構造です。上がって正面に2つ扉があります。あ、階段じゃない左側のスペースは和室みたいです。襖があります。まず横の襖の部屋を見ましょう。スーッという音。かなりすんなり開きます。ちょっと古い建物みたいですけど、どこも劣化は感じられないので、内部はリフォームされているのでしょうか。至って普通の和室ですね。ちょっと広いです。窓からは光が差しています。明るい印象の部屋ですね。ちょっとここだけ今までの部屋と違う感じがします。自然と言いますか。あ、押し入れがあります。中を確認しましょう。押し入れを開ける音。何にもないですね。普通の押し入れです。特徴的なものはないので、次に移りましょう。次はこの部屋の向かいの部屋を改めます。スリッパの足音の後、ドアノブを回す音。あ、この部屋も窓があります。窓から光が差していますね。クローゼットらしきものがあります。開けましょう。ズズズズという音。ここも何もなしです。至って普通。でもこの部屋、特徴的なものはありませんが、変な匂いがします。隣の部屋を見ていきましょう。ドアノブを回す音。この部屋にも窓がありますね。ちゃんと光も差しています。クローゼットもありますね。一応中を確認します。ズズズズという音。何もなし。またしても特徴的なものはありません。でも、やっぱり、さっきの和室以外の部屋は妙な感じがします。ふう、全部の部屋見終わっちゃいました。何の異変も、変わったこともありません。やっぱり結局はこんなもんですよね。少し笑っているような声色。じゃあ切ります。一度録音が途切れる。次の音声に続く。すべての部屋を見終わりましたが、なんだか何も起こらなくて残念なので、しばらく録音したままうろうろします。あ、さっきのを切った後、録音しないで1階に降りてきたので、今は1階の階段の前ですね。カタンという音が鳴る。ん？何でしょうか？今の音は。カタンという音。私じゃありませんよ、これ。
下から聞こえてきたような気が。雑音、しゃがんで床の方に録音機をかざしていると思われる。大きめにカタンという音。あ、鳴った。やっぱり下からだ。録音できましたよね。なんだろう。しばらく雑音、悩むような声も入る。たまにカタンという音。あ、急に雑音が大きくなる。しばらくの間雑音。これだ。すごく見えにくいんですけど、フローリングの床に四角く溝が入ってるところがあります。ここの下から音がしてるんだ。はっきりとカタンという音。隠し部屋？開けられるんでしょうか？試してみます。木がきしむような音。床を強く押しているのだと思われる。ダメだな。爪のカリカリという音。端を爪で引っ掛けて持ち上げようとしていると思われる。うわ。木が擦れるような音と鈍い音。おそらく尻餅をついた音。いってて。嘘。外れました。ぽっかり四角く外れちゃいました。下にさらに腐った木みたいなのがありますね。これも扉だったみたいですけど、ふにゃふにゃで。あ、抜けました。ドスという軽めの音。腐った木を押したため下に落ちたと思われる。でも結構近くで落ちた音がしましたね。階段でもあるのかも。あと真っ暗で何も見えないんですけど、すごくカビ臭いです。古い家みたいな。床下収納ではなさそうですね。こんなことを期待して懐中電灯を持ってきてるんですよ。それで中を照らしてみます。ガサゴソとカバンの中を探るような音。あったあった。じゃあ照らします。かすかなカチッというスイッチの音がする。階段だ。期待しながらも半分はただの床下収納だろうなって思ってたんですけどね。まさかこんなことが。入ってみましょうか。一応階段の木が腐ってないかだけ確認しておいて、腐ってたら危ないのでやめます。片足を階段に下ろしていると思われる。トンと軽い音がする。ん？さっきの腐って落ちた木がありますけど、階段はしっかりしてますね。まるでここだけ新築みたいな。きしむ様子も全然ないです。これは降りてみるしかないか。期待してきたものの、いざこうなると怖いですね。二段目も慎重に行きます。ここからも慎重に階段を確認して降りる音が続く。ん？あ、ここが一番下みたいですね。上よりずっとカビ臭くて埃が多いです。床は、畳？なんか柔らかくて気持ちが悪いです。腐ってんのかな？とりあえず周りを照らしてはいるんですけど、埃が舞ってて遠くが全然見えないです。ちょっと壁際らしきところを探します。時々咳をしながらも歩き回る音がする。これは電気のスイッチでしょうか？カチッという音。うわ、電気がつきました。気持ち悪そうな声。なんですかここ。天井とか壁紙とかが獣に荒らされたみたいにボロボロです。床にはすごくレトロな感じの人形とかが散乱してます。スーパーのチラシとか、女性の写真の胸の部分だけを切り抜いたものとかが。スーハーと深呼吸をする音。ふう、
ちょっと取り乱しました。部屋は和室です。天井に円形の平べったい電気がついていて、豆電球で薄暗く部屋を照らしています。ちょうど部屋の中央あたりにちゃぶ台が置いてあります。壁紙や床は全体的にボロボロで、床に散乱したものはすべてちゃぶ台より向こう側ですね。だから私は電気をつけるまで気がつきませんでした。深く息を吐く音。気持ちが悪いです。さっき言い忘れてたと思うんですけど、人形もすべて卑猥なポーズをしていて、私も男ですけど、こんなことをする奴の気が知れませんね。いろいろ合わさってこう感じるのかもしれませんけど、何よりただの卑猥な散乱した部屋と思えないんです。人形の服がすべて赤くて、遠目で見ると血のようで、気分が悪いです。カビの匂いもひどい。一応ちゃぶ台の近くまで行きます。乱れた足音。ちゃぶ台に女性のヌードのポスターが貼り付けられています。水色の背景に30代くらいの女性が裸でビールを飲んでいる写真です。で、ちゃぶ台の向こうにはいろいろ散乱してて、ん？あれ、なんか床が濡れてるところがありますね。あんまりここ通りたくないんですけど、気になるんでちょっと人形たちを踏まないように行ってみます。雑音。ここもさっきのフローリングの床みたいに四角く溝があります。これはすぐ取れそうですね。畳が擦れるような音。取れた。なんですかこの匂い。気持ち悪い。ものすごい悪臭です。ここの薄暗い明かりじゃよく見えないので、懐中電灯で照らします。スイッチの音。吐くのを我慢するような声。乱れた息遣い。ちょっと、これ。落ち着かせるような深呼吸の音。骨？激しく咳込む。腐ってぐちゃぐちゃで、髪の毛とかもたくさん。畳の擦れる音。激しい足音。大きめの雑音。鈍い音がした後、硬い音がする。その後、苦しそうな息遣いがしばらく続く。もう気持ちが悪くて、戻ってきちゃいました。あんなのどんな匂いかなんてわかりません。ただただ気持ちが悪くて、もしかしてたまに感じた何かを隠すみたいな芳香剤の匂いって。しばらく荒い息遣いが続く。服も髪もあの嫌な匂いが、もう無理です。帰ります。カタンという音。カタンという音。下からカタンという音。なんで？衣服が擦れる音。カタンという音。硬いもの同士がぶつかるようなカタカタという音。ここで激しい雑音が入り、すぐにセミの鳴き声だけが聞こえる。セミの鳴き声。録音時間を過ぎて切れる。資料4。元凶と思われる。かつて M 氏のとある山には、色欲に溺れ女をさらい、ついには食べた男がいた。仕事もせず、金もなくなり、生きるために抱いた女だけでなく、子供や男もさらって食べた。そして、山に近づくものをすべて食べてしまうその男は、鬼と呼ばれるようになる。だが、彼は死んだ。
なぜ死んだのかは誰もわからないが、男はいつの間にか死んでいた。なぜ男が死んだのを誰も知らなかったかというと、男が死んでからも山に近づいた人が皆いなくなっていたのだ。男は鬼と化し、死んでもなお人をさらい続けていた。それに気づいた一部の人々は、男を神として山に祀ろうと考えた。祀ると言っても、それは表向きで、本当は鬼を閉じ込めようとしていたのだ。さらわれないように、必ず単独行動を避け、山の土の中に和室を作った。元の家にあったものをすべてそこに入れ、鬼を誘い込むため、村にやってきた陸部の女を部屋に閉じ込めた。そしてその上に神社を作り、表向きは鬼を祀って沈めているということにする。結果は成功だった。山に近づいてもさらわれる者はいなくなった。しかし数十年後、少女がいなくなる。鬼のことを覚えていた数少ない村人たちは、自らもう朽ちた神社を壊し、そこに家を建てさせた。そこに人が住めば、犠牲になるのはその家の住人だけだと考えたのだろう。村の年寄りはそのことを絶対に他言せず、若い村人たちはそのことを知らないので、次第に山の神隠しは忘れられていった。そんな中、一部の家では自分の家計を守るため家族にだけ語り継いだという。追記。この事件の真偽は一切答えられないものとする。